君にはかっこよく見られたいんだ。知らない顔しても意識しちゃってる。セットした髪にお気に入りのピアス、よそ見なんてさせたくないからな。誰が可愛いか順位つけたり、流行りのギャグとかモテるためとか、毎日毎日バカやってんのは男なんだから仕方ないじゃん。トールぶってみるけどすぐ調子に乗っちゃう。オブラートは苦手で普通に喧嘩もする。一途な男子はおはようだってマジだから、あやっぱ可愛い。好きで好きでたまんなくて、あやるせないな。香り付きのワックス着崩してるっていつも朝昼晩一日中、あ僕のもんだ。それはどうしたし想像だけしちゃいます。会えない時間がうっとやつ、二つ目のピアスいい感じかも。自撮りもたまには悪くないかも。毎日毎日やんちゃするのは男なんだから仕方ないじゃん。陰口や噂を言うやつは好きじゃない。誰がなんて言おうったって世界一可愛いんだし。一途な男子はあ恋をして強くなる。振り向かせたいこっち見ろ、あそばにおいでよな。話したくて話せなくて練習ばかりで告白しなきゃ意味ないじゃん。ずっとずっと君だけだよ。そんなこと当たり前だけど、挨拶だってまだなのに隣にいるから弱虫。君以外なら余裕なのに。聞こえたんだ僕のことかなって、チクチク胸が痛い。好きで好きでたまんなくて、